キスケ、どういうことだよ。そんな、キスケくんが犯人？そんなのありえないよ。キスケの自作自演だなんて信じられない。そうだよ。何のために自作自演なんて。そうだよな。そこだけは全然わからん。どう考えても理由ならちゃんとあるよ。あるの？キスケはこの状況を作り出すことが目的だったんだ。俺たちをお互いに疑わせて仲間を割れするように仕向けた。そんなキスケ君がそんなことをするはずありません。彼はオカルト部の大事な仲間なんですよ。だから言いたくなかったんだ。俺だってキスケが犯人だなんて信じたくない。だけどこれまでの状況を考えるとキスケが犯人としか思えないんだ。それ言うたらさ、これまでの状況から考えるとこの人が犯人だとしか思えないっていう状況何回もあった。今回もその展開じゃないかなって思ってしまう俺がいる。まあ足跡だ。誰？かかかかか。この声は何？これキスケなん？これで髪型めっちゃイメチェンしてるな。あ、てかさ、ベルトはちゃんとつけろよお前。おい、見抜かれちまったか。おめでとう、大正解。そんなキスケくんが生き返った？俺は最初から死んでねえよ。全部演技だったんだ。でも、確かにあの時、脈はなかったはず。まあ、俺はそもそも生きてるとは言えないしな。なんだそのポジション。ドッペルゲンガーとは違う何かだよ、お前。だって俺は、騎乗キスケのドッペルゲンガーだから。ドッペルゲンガーって脈ないんですか？そこよな、シロ。ドッペルゲンガーってそもそも脈ないんじゃって。だったらさ、これまで、ちょっと脈見せてよって言って脈見せてもらったら全員ドッペルゲンガーかどうか判断できたってことじゃないか、お前。だとしたら、推理とかそういう探索とかいらんかったで、お前。脈見せての一言で終わっとったで。まあみんなさ、いいよ、いいけどみたいな感じで見せてくれるとは限らんけどさ、やめて触らないで変態、スケベってなるかもしれんけどさ。そんな、キスケか？そういえばキスケくん、いつもと雰囲気が違う。じゃあ、今まで僕たちと一緒にいたのは、ケイスケ君のドッペルゲンガーだったってことですか？これがドッペルゲンガーじゃなくて、こっちが本体なん？今まで俺らが一緒に絡んできとったがドッペルゲンガーな？そうなん？その通り。じゃあ、あの凶悪の手紙を書いたりしたのも？もちろん。全部、俺だよ。そういうことだったんじゃ。なるほどな。マジか。信之を学校に呼び出して抗争としたり、仮面をつけて城を襲ったのも全部俺だよ。そんな。わかんない。意味わかんないよ。どうしてそんなこと？それは、ドッペルゲンガー退治を止めるために決まってるだろう。ドッペルゲンガー退場、止める？ああ、まずそこがわからんのよな。なぜドッペルゲンガーを退治するのに止めなければいけないのか。それが、お前たちを襲ってきた動機だ。キスケ、どうして君はドッペルゲンガー退治を止めたかったんだ？まあ、正体もバレちまったし、この際だから教えてやるよ。俺にはな、昔弟がいたんだ。いやだな。それって、修学旅行の夜に話してた。こっから伏線が始まっとったんじゃ。ああ、そうだ。サッカーが大好きな可愛い弟だった。そんな弟が小学5年の時に突然病魔に倒れた。
最初の頃は懸命に治療したんだ。弟も早く治してまたサッカーを始められるんだって意気込んでた。しかし治療が始まってすぐ医者に呼び出されて、弟の余命が長くないことを聞かされたんだ。弟の病気は脳にも転移してて、もう手術不可能だと。それは小学生の弟にはあまりにも残酷な現実だった。そしてその時、真実は弟に言わないと決めたんだ。治療に耐えてリハビリを頑張る弟に絶望の真実を教えることはできない。ならばせめて最後死ぬまで希望を持たせたまま死なせてやりたい、そう思ったんだ。うん。ケイスケ君の過去にそんなことが。しかし弟の病状は日を追うごとに悪くなっていった。それでも俺は弟に希望を持って燃えたくて声をかけ続けた。昔のキスケ、あ、この頃からちゃんと黒い髪だったんじゃ。今の治療を続けていれば必ず助かる。早く病気を治してサッカーをやるんだろ。うん、ありがとうお兄ちゃん。僕頑張るよ。ああ、お兄ちゃんがそばについてるからな。なんかさ、この頃のキスケってさ、稲妻イレブンにできそうなキャラだよな、なんか見た目が。一緒に治療頑張ろうな。うん、お姉ちゃんがいて、あ、お姉ちゃん言ってお兄ちゃんがいてくれてよかった。お姉ちゃん言ってた弟は苦しみながらも必死に前を向いていた。そんなある日、あれ、目が見えない。お兄ちゃん、目が見えないよ。落ち着け、大丈夫、大丈夫だから。今先生を呼んできてやるからな。弟の頭にできた腫瘍はさらに大きくなる。ついには視力を奪ってしまった。残念だけどもう長くないよ。そうですか、ありがとうございます。来る時が来てしまった。突然視力がなくなった弟は横になりながら泣いていた。そんな弟になんて声をかければいいかわからなかった。お兄ちゃん、そこにいるの？どうした？本当のことを教えてよ。え？僕、助からないんでしょ？小学生でもわかる。これはダメだって。これはやばい方向に向かっているんだって分かってしまう。僕の病気治らないんでしょ？ぎっくりと心臓が捕まえたような感覚が全身を硬直させた。何言ってんだよ、治るに決まってんだろ。さっき先生と次の治療について話したところなんだぞ。先生は希望を持って大丈夫って言ってた。嘘を言わないでよ。自分の体のことなんて僕は一番わかる。僕の病気は治らないんでしょ。弟が俺に声を荒げたのはこれが初めてだった。何言ってんだよ、治るって言ってんだろ。俺は震える声でそうつぶやいた。お願いだよお兄ちゃん、教えてよ。僕本当のことが知りたいんだ。今までお兄ちゃんは僕に嘘ついたことなかったでしょ。え？病気をしたからって僕への接し方まで変えちゃうのは悲しいよ。ごめんな。俺はとうとう耐えきれず真実を弟に話した。病気が治らないこと、余命があとわずかしかないってこと、これが事実だ。ありがとうお兄ちゃん、本当のことを教えてくれて。真実を教えられた方の方が笑顔だった。ああでもな、まだ 100% 絶対に死ぬって決まったわけじゃ。お兄ちゃんもういいよ、もう無理しないで。そう話す弟の表情はどこか晴れやかで冷たく見えた。ほらお兄ちゃん、もう面会時間の終わりだよ、帰らなくちゃ。あ
ああ。また、明日な。うん。結局、それが弟を見た最後になった。その日の夜、弟は病院の屋上から飛び降りて死んでしまった。絶望だったんだ。笑顔でいたけど、本当はこれが絶望だったんだ。そんな絶望的な真実に弟は耐えられなくなって、最後は自らの手で。弟はどれだけ辛かっただろうか。ケイスケ君、俺は弟に真実を話したことをとても後悔した。絶望と向き合わせてしまった自分が許せなかった。それから数年後、俺はずっとその後悔を抱えながら生きてきた。ケイスケ君にそんな過去があったなんて、僕も初めて知りました。まあこんな悩み人に言うことじゃねえからな。でもさ、それがドッペルゲンガーを退治するなってことと何が関係があるの？でも一体いつからケイスケ君はドッペルゲンガーに？それはルイのドッペルゲンガーを浄化した後だよ。あ、最初からってわけじゃないんじゃ。私よ。信之、お前が学校へ転校してきて、俺はルイのドペルゲンガー退治に巻き込まれた。あの頃はまだドペルゲンガーじゃなかったんじゃな。ドペルゲンガーを退治するには、ドペルゲンガーが生まれた動機を暴かなくてはいけない。その動機が本人にとっては辛く向き合いたくない事実であっても、それを本人に突きつけなければいけない。なるほど、それが弟くんとの記憶に重なったんですね。ああ、絶望と向き合う怖さを知っている親からしたら、お前たちの行動はとても危険で身勝手なものに見えたんだ。ケスケ、そんなこと思ってたなんて。そうやって考えるうちに、その身勝手な行為に怒りがどんどん湧いてきたんだ。そして俺というドッペルゲンガーは生まれたんだ。そうか、まさか最後に対峙するドッペルゲンガーが俺らの仲間だったなんて。それが君が生まれた理由？ああ、だから俺は俺らのドッペルゲンガー対峙を止めようとしていたんだ。まさかケイスケ君がそんな思いを抱えていたなんて。すいませんでした。何をお前が謝る必要があるんだ？いや、僕はずっとケイスケ君の隣にいながら、君が抱えている思いに気づくことができませんでした。もし僕が少しでもそれに気づいていれば、君を支えることができた。そしたらケイスケ君のドペロゲンガーは生まれなかったのかもしれません。ふん、何を今さら。俺はお前を殺そうとしたんだぞ。別に謝罪される筋合いはねえよ。そんなことはありません。僕、今のケイスケ君の話を聞いて思ったんです。確かに、悩みや絶望と向き合うことは辛いことです。ここにいる全員はたまたま乗り越えることができましたが、弟さんのように乗り越えられない絶望を抱えている人もいます。ふん、ようやくわかったか。お前たちがしていた自己満足がどれだけ危険な行為だったか。はい。でも、もう一つ、大事なことに気づいたんです。大事なこと？それは先ほど言いましたが、支えるということです。支える？だと？ケイスケ君の話を聞いていて、絶望と向き合わせるだけが悩みの解決方法じゃないと思いました。ただ、隣で優しく見守り、支える。それだけで、いや、それがどれだけ大事なことか。ケイスケ君が弟君にしていたみたいに。俺が弟に？うん。確かに私が女の子の格好で振る舞おうと決めたとき、すごい不安だった。でも、オカルト部のみんながいたから、私、一歩踏み出せたんだと思う。そうだよな。序盤の最初のルイちゃんはさ、めっちゃ臆病でおどおどしたような感じだった。私も
自分に戻ってたのかも。そうやな、心が破かれてまた戻っていたかもしれない。そうね、まあそうかもしれないな。お前らだから、キースキ君、あなたが弟さんにした全ての行動を無駄だと思わないでください。弟さんのことは本当にとても残念だと思います。でも寄り添っていたあなたは弟さんの支えになっていたはずですよ。お、俺が？はい、その通りだっただろう。多分兄がいなかったら弟はもうすごい、もっと前のタイミングで飛び降りていただろうな。ケイスケ君、もう一人で抱え込まなくていいんですよ。シロ、ケイスケ君は一人じゃありません。ここにいるみんな、キスケ君の味方です。そうだよ、ケイスケ君。うん、私もみんなのおかげで救われた。だから、今度は私がキスケを支えてあげる番だよね。私も、オカド部の一員として、アートを見捨てたりしないわ。だから、キスケ、俺らに頼れよ。ケイスケには、俺たちがいる。みんなで支え合って乗り越えていこう。君が弟くんにしていたみたいにさ。信之、みんなこんな俺でも受け入れてくれるのか。俺前らを傷つけたんだぞ。そんなの当たり前じゃないですか。僕たちはウカウタ部の仲間なんですから。そうだ、仲間ってのはこういうもんなんだぞ。仲間か。みんな本当にごめん。ありがとう。その瞬間、キスケの体が光り始めた。え、キスケの体が誰だ。お前はそれはそうと、お前は誰だ。四角くんになってしまった四角になってる名前。お前、ドッペルゲンガーが浄化されていく。ケイスケ君、また目が覚めたらゆっくり話をしましょう。ああ、そうだな。親友の浄化。ケイスケ君が消えた。ケイスケのドッペルゲンガーが浄化されたんだ。ケイスケ君は救われたんだよね。はい、そうだと信じたいな。きっとそうだと思います。よかった。とにかくこれで一件落着ってどこかしら。ああ、なんだよ、まだその時だった。え、なんでこのタイミングで出てきたね、コヒコ。何が言いたいんだお前は。よう人間、よくやったな。この声は、そうだよな、よくよく考えてみたら信之の記憶の方はさ、まだ解決してないからな。俺、いい感じにゲームを終わらせようとしてるような感じになったけどさ、信之の記憶喪失の件はまだまだ戻ってないからな。何も解決はしてないからな。お見事でした。騎乗キスケのドペルゲンガーのは浄化されたみたいですね。うん、今回のドペルゲンガーはかなり強敵だったな。だがよくやった。感謝するぜ。それに、今回の事件は、皆さんの絆が試されるいい機会だったんじゃないでしょうか。なんかうまいこと言ってるような感じがするけどな。お前らただ傍観してただけだからな、お前。何お前、いい感じのこと言ってんだ、お前は。え？絆が試される。にゃあ！これで、お前の目的も、そうそう達成できそうなもんだろ。俺の目的？さっきから何を言ってるんだ？まあまあ落ち着け、すぐにわかるさ。それでは皆さんはこちらに来てもらいましょう。そうだな。え？中まだあるの？ドペロケンが浄化したじゃん。なんでわざわざそっち側に行かなあかんの？じゃあ早速行くぜ。その瞬間、俺はめまいがして、
そのまま意識を失った。なぜだ？まだなんかあるん？